チャオ、あっちゃんです。今ねグループ C の走行が終わってピットの中へ帰ろうかなと思ってるんですけどもね、ちょっと歩いていきますね。で、グランドスタンドの辺からちょっと紹介しながら歩いていきたいと思います。これね、グランドスタンドの裏側に大きな観覧車が、チューする観覧車です、はい、でレーシングシアターって言って、ここのところでなんか、ね、3D かなんかで、ね、レースカーに乗れる体験ができるアトラクションです。チーカピットロで、グランドスタンド、ここがピットロ、これがグランドスタンドね。ここかね、レースカーが走るんですけど、はい、すごいいい加減なあっちゃんの解説です。足腰弱すぎんねん。運動になるわ、今日めっちゃ歩くから痩せれるよ。見せていきます。レクランドスタンドやけどね、レース見てたここから見るのが一番分かりやすいかなと思うけどね。ちょっとピット裏へ帰ってみましょう。ここね、出店が出てていろいろ食べられるんだけどね。あそこのスーパーか見ていく？え、車の上見るところやん。ランボルギーニ。え？いいじゃん。ちょっとこれスーパーカーから見ていきましょう。本日は鈴鹿サーキットご来場いただきまして誠にありがとうございます。こっちがね、こう遊園地から来るでサーキットゲートね。で、遊園地の観戦はそこまで、でこっからサーキットレースがある日は別料金で入ってこんとあかんねんと。でそこのとこで GP スクエアっていうレセプションかってところで、ピットパスとかのチケット買うんです。はい、席は一部 C 選手と企画席を含む G 選手となります。当日券の販売並びにパドックプラスの機体を GPS ショップに行っています。アルファロメオで 4C L25 アニバーサリーカウンタック。あれ黄色のこれが欲しかったのよ本当は。あ、奈良ナンバーや。ちょっと待って、かっこいいねやっぱり。赤はこれいいね、赤も白もいいけど。今日ほら奈良ナンバーやで、うん、奈良にあんないてんねん。奈良結構多いね。結構多いねな。スパーカー登場体験とかできるんや。エディアブレア、ディアブロかっこいいね。これがね、あっちゃんのディアブロと一緒の目玉の、MI99 です。ホイール変えてあるね。それ珍しくともないやさ、写真撮ってもお家にあるやん。いいやいいけどさ、珍しい。
珍しいか。超珍しい。どこがや、お家にあるから。1台しかないやん。1台、いや2台あるから。あっちな、あれかっこいい。アベンタドールはかっこいいけどさ。でね、アベンタドールやっぱ新しいかっこいいね。やっぱりばあちゃんはディアブロが好き。ブーシェラグはねちょっとね微妙な、あんまりねちょっと微妙な、やっぱりディアブロから見ると色あせてる感じがするね。これかっこいい。いやあ、白いやつか。これも一緒や、オレンジと。ああ、OK。ヨコがすごいスーパーカーに興味津々です。店のレーシングカーが。いやあ、あんなとこナンバーついてる。うん。かっこいいや、これ。マツダのカーブ曲がらない。頑張ってトライしてみてください。すごいな、やっぱりビークル前。お、はい、どうぞ。で、バイクが展示されているさ。はい、鈴鹿サーキットがオープンしたのが1962年です。もっと前、実は1964年。引き続き、補聴していきたいと思います。第二次世界大戦が終わったのが1964年。4年後にはもう行こうか。疲れた？泣いてる。目が疲れた。練習でんな。目が疲れた。疲れた。散歩行こうな。はい。355。フルフル。こんなの？古いバイク。328。バブルの時にね。あっちゃんが欲しかった車やけど、うん、いいね。スーパーカーやね、ディーナやな、かっこいいな。こんなにやるのかな。ではピットの方へ戻りましょう。ということで、ピット側の方に戻りたいと思います。もうね、風と熱で、太陽熱でもうボロボロ疲れました。戻りましょうね。はい、これ先で歩道的だから、これもうこの上に通すね。まだフォークスタンドかな。ここから下降りたぐらいがコースだと、はい、この辺で来て止めます。